京丹後梨を求めて久美浜町へ波穏やかな湾を囲む山地では恵まれた自然を生かしさまざまな果樹が栽培されていますこの時期有名なのは梨ゴールド20世紀の中でも大玉で高い糖度を持つ梨は今日のブランド産品として各地に出荷されています祖父の代からの梨園を経営する野瀬さん 9月は収穫の最盛期とあって作業に忙しい毎日こんにちはよろしくお願いしますいやーすごいもう鈴ななりに梨がなってますね、はいはい、雨がね多かったり台風が来たりっていうことがありましたがどうでしたか能勢さんのところは。 この前二十一号が来たんですけど、はいえー、あのおかげさまで、ちょっと風は強かったんですけどね。あの通過時間が早かった関係もありまして、なるほ,どほぼ被害はなかったです。だからこんなに。い。っぱい残ってるんですね。はい、そうですね。雨でも休まず作業すると聞いて、ちょっとお手伝い。引っ張るとダメなんです、ね。はい。あのお尻をそっとこう持ち上げてやったら。はい。おお。という形で取っていただいた。<laughs> はい。こう。そうそうそう。それで上に持ち上げる。 なんでそんなさ、私は野下さんみたいにすっと取れないんだ、一回で両手でやってますっていいですそうですね、じゃもう一個ぐらい取っちゃうこれはこうですよねほ、ほらほらすぐ取れるのですよえ、こうかな上に持ち上げたりす持ち上げてるんですけどえ、あ取れたあ取れた、すごい時間かかります。 それにしても、この袋、どんな意味が。お、あれ、また袋が。これ、二重 <20? S 1> になってるんですね、この。小袋。小袋。大体、これを5月の中旬ぐらいかな、はい、にかけるんですけど。はい、そして、これを、その後、もうちょっと大きくなってから、あの、ここのエボのとこが。強くなってから、この二重袋。はい。いうのをかけて、二<っ>回かけるんですけど。あわあ、すごい手間が。かかってますよね、はい。で、これをかけることによりまして、一、はい、つ、あの。

冬場に剪定によりまして、うん、あの枝を整理したり。梨は新しく枝が伸びてから3年経たないと実がつかないので、将来の姿を想像しながら冬場に剪定作業を行います。これが結構難しい。1本の木で500個は実をつけるため、肥料も年に4回しっかりと与えます。梨園を継ぐ木はなかったという野瀬さん。 長年勤めを続けてきたものの自分らしさが活かせる仕事がしたくなり7年前に農業の道へ今では毎日が楽しくやりがいもあるのだそうやった努力に見合うようなものができたりしますね。やっぱり手を抜くとねあ<っ><あの> <laughs> できない時もありますしそれはまあ自分に返ってきますのでじゃあだん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 欲がちょっと出てきていいものを作ろうというふうになってきましたが。 安全安心のために除草剤は一切使わず、機械を使って草を刈り、虫や病気の被害を防いでいます。単語が誇るブランド果樹。その栽培技術をさらに高めていこうと、毎年品評会なども開催され、生産者同士競い合いながら腕を磨いています。農園の外に出ると、久美浜湾を望む場所に JA 京都の梨専科場が、 最盛期には1日2万玉を選別出荷センサーを使って1つ1つ糖度を測定しています中でも糖度11.5度大きさはエルダマ以上のものだけが今日のブランド産品として出荷されます去年からは海外の富裕層向けに台湾への出荷をスタート今年は香港へも出荷を始め久首浜が誇る 本物の味を海外にも広めていく動きが加速しています。まあ、世界に羽ばたく久美浜の梨というような形で、えー、あの出荷できて非常に嬉しく思ってます。まあ、農業を通して地域振興ができたらいいなと私は考えておるんですけど、はい、まあちょっとそれ、ちょっとでもそれによって久美浜が元気になったらいいなという風に思っておりますので、はい、頑張ってもこれからも続け続けていきたいなという風に思っております。分かりました。これからもおいしい梨を期待しておりますので、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。